おはようございますみなさんこれ見えてますかみなさん <laughs> みんな一斉に始めたねってそうなんですよちょっと今日はあるのがあって全員通知来て焦った <laughs> そうやんなびっくりしたやなそうなんですよちょっとすいませんね めちゃめちゃ朝で顔がむくんでるんですけど今日はあるそのもう言いいなんかないってそっか今日雨か雨雨かそうなんですよ今日はねあれなんですよここの このハッシュタグ見たら分かるんですけどこれ見えますか皆さんこれ「ィィィィ」見えてる よかった <laughs> このね「ハッシュタグナンバー新しい夜明け大作戦」ということで <laughs> あのこのね NMB48 とこの吸気生のことをもたくさんたくさん知ってもらうためにこちらのねなんか企画みたいなのを始めようってなって皆さんあの吸気の吸気でね 始めようっていうことになってショールームでみんな今一斉に配信してるって感じですそうですこちら可愛くないこの泣いてる顔とか <laughs> そうなんですよでそのあのこの日替わりごとにメンバーがどんどん入れ替わっていくショールームを始めようかなみたいな感じ そ,うその毎日日によってメンバー朝と夜でメンバーがどんどん入れ替わってショールームをしていくみたいな感じです朝,朝6時半から7時で夜が5時から5時半に配信するので是非ねその,その時空いてるお時間があったら基本リレー配信みたいなそうですリレー配信みたいな感じですテラップにこれハッシュタグつけようかな こちらです。おはようございます。おはようございます。皆さん今日何時に起きましたか？ え本当か今日雨かだからなんか前髪の調子悪いなと思ったら <laughs> 雨やったんなんか声がおはりね今日は寝落ちせずに見たえたえよかったありがとうございますあベリマイさんありがとうございますカラフルなこんなスタスター ありがとう。八時、お、一緒や。<laughs> 私も八時に起きました。本当は六時半に起きる予定だったんですけど。ちょっと無理でした。六 <laughs> 時起き、早っ。早いですね。今起きたって、え、本当。嬉しいショールームじゃ。間に合ったね、これは。あ、のうちゃんさん、くま、ありがとうございます。くま、ありがとうございます。 あゆきえさんありがとうございます。たい焼きありがとうございます。昨日はじ昨日初めて例に辞めたけど、髪の毛邪魔そうやったえそうなんですよ。だってここハーフアップしてるので、なんかこうお辞儀とかした時にこうこう上げた時、やっぱりこうなんか。いろんなとこにこのハーフアップが行ってみたいな。結構あれ迷子になります。でめちゃめちゃ暑かったんです。うわ。すいません。<laughs> で、昨日めちゃめちゃ暑かったので。 とね、迷子になってましたね髪型おはようみんなそうなんです私は1時間で準備をしました <laughs> 起きてこれ書いてこうねメイクしてみたいなん <coughs> めめましてはじめまししててこんにちは <laughs> これなんかたくさん来た人はあ今来た人とかだったら分かんないから言った方がいいよね多分。 来週もこう例に公園でるね、そうなんですよ。でるんですよ。しかも昼夜ということで。すっごい楽しみです。字綺麗ですね。え、本当ですか。私あんま綺麗って言われないんですよね。あの幼稚園の時、幼稚園の年長さん、年中さんぐらいまで。習字ってたんですけど。すぐやめましたね。 なんか今皆さんなんか見てるドラマとかありますか <laughs> 急にあゆっけさんなんかすごい可愛い甘いありがとう甘いありがとうおはようおはようおはよう皆さんそっかおはようか私おはようとかあんま言わないかもしれないショールームで朝方やんないんだよね私昼に起きるタイプだから <laughs> そううなんよよ昼に起きちゃうよねお寿司食べたいよね今めっちゃさっき CM でお寿司流れてきていや食べてーと思ってめっちゃ食べたいあ300人の方増えたんで言っときましょうかね今このテラップにも書いてるんですけどこちら「この南部新しい夜明け大作戦」っていうハッシュタグでこうこう。こう あの休気とエネルギー補給のことをなんかもっと知ってもらいたくてこの企画を始めるみたいな感じです。で毎日日替わりでメンバーが変わっていくんですけど、朝と夜に分けてどんどんメンバーが変わっていきます。朝が六時半から七時までの三十分間やって昼がじゃあ夜が五時から五時半の間に。 みんなが日替わりでねこうどん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 メンバーが変わっていくみたいなだからリレー配信みたいな感じのことをしていきますなので皆さんこちら拡散お願いします,こ,う泣いてますこちらこれ頑張って描きました私絵 <laughs> 苦手ながらレニ <laughs> 例あの朝配信初めてじゃないえそうなんですよ私あんまないんですよね私本当起きれないんだ朝は。 おはようおはようおはようございますおおお,お,おそれで今日は一番最初の始まりということでみんながね一斉に一人で配信をするみたいな感じで感じですよどうですか皆さん

前髪がいい感じ昨日は迷子だったよねそうなんですよ私汗かいたらやっぱすぐ崩れ汗かきなんでめちゃめちゃすぐ崩れちゃうんですので、ね、今日はいい感じですよでも,も雨なのでちょっとここら辺がうねってるんですけどここら辺わかるかなずっとうねってるんだよねしかもこれねあのアイロンでこう一発でシュッってやってもすぐケーブしたからそうなんよ迷子やったよね昨日やばかったよねなかったもん最後の方 <laughs> 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 わ、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 わ <laughs> <laughs> めっちゃりくろおじさんのチーズケーキ食べたい <laughs> 食べたいもの多いよね私もう当に今。 食べたい誰かください <laughs> 食べたいおはようおはようおはようみんな本当に <laughs> 本当におはよう 早ねーうね、ん。髪の毛ね今日ここ巻こうと思ったんよここ巻き,巻きツインテールにしようと思ったんだけどちょっとねなんかね家にコテがなくて無理でした <laughs> コテコテちょっとなかったからダメやったんよおはようございます ツインテール似合いますすねそうなんです私ツインテールが一番似合うってもうねメンバーにも言っていただけてちょっと嬉しいですでもその全然アイドルになる前とかをこんなん絶したことなかったです <laughs> いつも一つくくりと下ろしてるぐらいしかなかったのでこんな可愛いヘアアレンジを。 するなんて、えーうん、昨日は一番前で応援できて幸せでしたえありがとうございます一番前だったんですねこれは最強ですねいい <laughs> ちちちちちちちうんじゃんたくさん可愛い,いありがとうございますイェーイ可愛い,いだってやったー <laughs> これ G 斜めってないちょっと大丈夫私ねか横にこうやって書くとき毎回斜めっちゃうんですよ、ね、こ,こうまっすぐ書ける人マジで羨ましいと思いますこれすごいですよね もしかしかて今日急きで誰を押しか試されてるえそうかもしれませんそれはもううわ待っ、ま、ごめんなさい <laughs> すぐ落ちちゃうこれ試されてますねそれは今見てる人が推しみたいなだから皆さんは私はしってことでえっ、ー、と解釈してもよろしいですよねよろしいですよねよろしいですよねここになんかあ,のあ アミタン欲しいとか浴衣欲しいとかいませんよね <laughs> そうやって解釈しますよイエーイワッキングマンさんありがとうございますたい焼きたい焼きなんか今もうご飯言われたら全部食べたくなってきたやばいお寿司も食べたいしチーズケーキも食べたいたい焼きも食べたいしやばい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 あ,あ。<laughs> ツイートしたよってありがとうございます ありがとうございます。やったー。あつ、あとか言わないで <laughs> いや。その通りだけど。うん。 おはようおはようねん。と。阪神ファンだけど例ニャファンになってよければえ全然大丈夫ですよそんなのも全然大丈夫ですよ。 ま高屋さんスターありがとうございます。おはようっておはよう吉尾さんおはよう。おはようございます。私最近毎日もうドラマ見てるというもう限りないぐらい。今やってるドラマめっちゃ好きなんですよね私。 なんかまず火曜日はあの王様に捧ぐ薬指を見て水曜日にえっと私のお嫁くんを見て木曜日にあなたがしてくれなくても見て金曜日は見てなくて日曜うん日曜日に。 だ『情熱ガール』を見てみたいな感じでもどうど,まらもうどまらドラマ三昧なんですよ今ネあの時あれねいつもねこう回る時最後回るんですけど回る時も体勢崩しちゃう時があってうわっって思うんですよね。昨日は昼は昼公演はなんかあんまり綺麗に回れなかったんですけど夜は綺麗に回りました。 昼はなんかちょっと体勢崩しちゃいました回ったとき、靴がちょっと厚いので厚底なので、そこですなんか結構回りにくいんですよねめちゃめちゃ。来週例ニア出るなら申し込みしようかなってえぜひえー、<laughs> 嬉しいそれはぜひ会いましょう。あっちゃおう。 今日まつ毛めっちゃいい感じじゃないめっちゃ綺麗に上がってるよ上がってるよおはようおはようおはようございます私もカモネギ見てちょい光りましたえ嬉しいありがとう嘘嬉しいそれはもう全然多分一番最初に見せた時よりかは。 結構違うかなって思いますよねやっぱあそこやっぱ最初見た瞬間も本当にもう無理だよと思ったんですけどやっぱりねこうたくさん練習したらねできるようになったるですよ皆さん。 皆さんは朝ごはん食べましたか朝ごはんは私食べてないんですよね8時に起きたんでね <laughs> 8時に起きたんでね食べれてないんですよね岡本選手実行調でねそうなんですよ最近めちゃめちゃ実行調でちょっと最高です <laughs> 最高です 今から朝ご飯何食べたらいいと思うえー、っと私は卵焼きをね絶対に食べる予定なので <laughs> ちょっと今から考えようかなと思うんですけど卵焼きを絶対食べて私たまえー、っとあっんかねあのスープとかもなんか飲もうかなって考えてて今スープ飲んであとご飯も食べてと何だろう今何があるかな家にお好み焼きとか <laughs> そうですもう家にお好み焼きがあるのでもうすぐで皆さん花火大会の季節ですよ皆さんはんかどっか花火大会行くんですか 卵も高級食材になってきて、ね、えそうなんですよ最近卵高いですよねやっぱねこう取りにくかったりもするんですかね花火大会は今年行くんですか皆さん わあ、ありがとうございます。ヤオトンさん、フォローありがとうございます。嬉しい、フォロー。ゲイ,イ。よしょ。初めまして、初めまして、マングースさん、初めまして。 ねねえね花火大会で浴衣が似合いそうや、ねえー、私ね浴衣ねちっちゃい頃の写真しかちっちゃい時しか着たことがないのでちょっと今年は着てみようかなって思うんですけど何色がいいいと思いますか <laughs> 私が今希望してるのはピンクかオレンジか赤にしようかなって思ってます。 てててん赤に似合いそう嘘本当赤似合うかなやっててててん もうすぐで30分になるそうなんですよこれ30分の配信でみんな30分の配信なんですよこれはこのねあこの790人も増えたんでちょっともう一回説明しようと思います <laughs> このね見てくださいこちらここのテロップにもあるんですけどこちらのねナンバー新しい夜明け大作戦です皆さんこれ読めますか <laughs> 読めますか皆さん <laughs> これですねこちらこのね こちらのハッシュタグをね皆さん拡散よろしくお願いしますということで皆さんそうなんですよこれはねなんかねこの,あのこの NMB48 とこの9期のことをもっともっと知ってもらうために始まったの9期で話し合った結果のこちらの企画になりましたそうなんですよこの企画はですねあの9期でショールームで毎日この日替わりでメンバーをどんどん入れ替えていくという 感じのリレー配信的なショールームをしようと思ってるので皆さんぜひねお時間があればこの来てくださると嬉しいです朝と夜で分けていくんですけど朝が6時半から7時結構早いんですけど朝が6時半から7時の間で夜が5時から5時半夕方ぐらいかなに配信するのでぜひ皆さんね来ていただけたら嬉しいです ぜひ拡散お願いしますこちらこんな感じで泣いてます私これでこれ頑張りました <laughs> そうなんですよ頑張ってねってありがとうございますあば29分だもんそれではランキングを読んでいこうと思いますよ皆さんありがとうございます本当に来ていただいて朝からこんなに私なんかもういつもだったらこんなの時間寝てます <laughs> 昼まで寝てます それでは、ランキングを読んでいこうと思います。13位の方がマイクスさん、マイスクさんありがとうございます。そして12位の方がシ吉さん、ありがとうございます。11位の方がザンタクさん、ありがとうございます。そして10位の方がのおちゃんさん、ありがとうございます。そして9位の方が精神的破欠んなんて読むのかなわかんない。ありがとうございます。8位の方がりょうがさん、ありがとうございます。7位の方がマーさん、ありがとうございます。 そして6位の方がアンドロメダ焼さんありがとうございますそして5位の方がマイマイさんありがとうございますそして4位の方がキングマンさんありがとうございますそしてこのね3位から順にあだ名をつけていこうと思いますこれのおなじみ3位の方がこうやさんということで待って待ってすぐ思い出したこうやチャンプル これはゴーヤチャンプルにかけたゴーヤチャンプル。え、いいじゃん、これは。なんかダジャレみたいだね。<laughs> で、2位ーナが、てか、ベリマユさん。ベリマユさんはね、たくさんあだ名つけてきましたから。ベリベ。あ。ベリ、ベリマユッコ。なんか。このね。 あかりっこって書いてるのでベリーマユッコにもねちょっとつけてあげないとベリーマユッコあかりっこみたいな <laughs> い<や笑>していったら可愛いじゃないですねベリーマユッコさんありがとうございますそして一員の方がゆけさんゆけさんもねたくさんあだ名つけてきたので今までああえすぐ思い出したなんかレイポンを考えてしまったゆけポンとか考えちゃった可愛くないゆけポンゆけポンゆき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 にゃ ユケにはもはなんか違うよね。ユケポンでありがとうございます。皆さん来ていただいてありがとうございました。え小さい時言われたことあるえマジすごいな私えもうえこれ終わりそうなんですよよっちゃんこれ終わっちゃうんですよこの配信三十分の配信なんでこれそうなんですよでもねまたぜひあのリレー配信でしていくのでその時ぜひ皆さん見に来てください。 ば30分過ぎてる。ありがとうございました。皆さん来ていただいて。じゃあね、皆さん。また出会う日まで。<laughs> じゃあね、皆さん。バイバーイ。